ですからですね普通の使い方であれば2,3日使えちゃいますよね暑い中のウォーキングでも耳の穴を塞いでないので蒸れる感じが少ないのはいいですね<う>こんにちは戸田さです今回はですねオープンイヤータイプのイヤホンですねオープンロックを紹介したいと思います 最近ですね僕ちょっと外耳炎なんでこういうモデルがですねとっても体にね合ってるのではないかなと思っておりますイヤホン長時間使う方にはおすすめの製品ですし周囲の音もね取り込みやすいのがいいと思っております音漏れどうでしょうかそのあたりもぜひレビューでチェックしてみてください今回はですね完全ワイヤレスイヤホンのオープンロックプロを紹介したいと思いますけれどもこちらですねいわゆるオープンイヤーヘッドホンなんですよ それ何って方もいらっしゃると思いますし、まあ、以前もね、えー、そういう製品もレビューをしているのですが、そこもね含めて詳しく紹介していきたいと思います。はい、こちらがね、箱から今出したものですね。ケースと中にねイヤホン入ってます。もちろんこれ後でね詳しく説明していきますけれども、充電用のケーブルですね。タイプ A、タイプ C ケーブルになります。さらに説明書なんですが、こちら各国語対応ですが、日本語のね説明書もしっかり出ています。イヤホンの このね、充電の状況がランプで表示されるっていうのはまあ普通なんですけれども、この辺りね、やっぱり一度は把握しておかないといけないので、こういう親切なね、説明書ついてるのはいいなと思います。はい、えー、まずはケースですね。もちろん中に今本体が入った状態ですけれども、約9 3ムです。続いて本体を単体で測ってみますね。はい、こちらですね。はい、約 14g ですね。実際僕使ってみてますけど、ケースはやっぱりね、普通の完全ワイヤレスイヤホンよりは、 ちょっと大きめです。ポケットに入れると結構膨らんじゃいます。けれども、はいで本体の方は軽くはありません。けれども耳につける時のですね。形状が良いので違和感はないと思います。はい、それではですね。イヤホンをちょっと出すね。操作を紹介したいと思いますが、こう開けます。するとまあ、こういう感じで入ってるんですね。左右こういう感じで入ってます。でですね。蓋を開けると今青いランプがついてます。これで電源がオンになってます。でまあ、こうやって出して使うわけですけれども。手動でオンオフする場合には。 ここにボタンがあります。これを3秒長押しすると電源オン、5秒長押しで電源オフという形になります。それではケースに充電をしてみたいと思います。充電器はですね、付属してないので自分で用意してください。スマホを充電しているね、普通の充電器で OK です。で、タイプ a を挿して、こちら側がは Type-C、い、になりますから、ここに差し込むと、はい、これで充電可能ですね。今、グリーンのランプがついてますね。ええー、とこちらのランプの様子で、 バッテリーの残量等がわかるようになっております。で、今ですね、充電中にグリーンのランプがゆっくり点滅してますね。これ51から99%のバッテリーが残ってるという形になります。で、100%充電になるとこのランプが5秒点灯してから消えます。はい。あとはね、オレンジ赤と。 残量が少なくなると色が変わります。横のこのボタンを押してもですね、これランプ光るんですね。これで残量が分かります。オレンジ、赤の1秒点灯、5回点滅等々で、まあ、赤の方が電池がないということが分かります。はい、えー、気になる駆動時間ですが、これがね、めちゃくちゃ素晴らしい、えー。単体イヤホン本体のみで、なんと19時間再生できます。ですからですね、まあ、普通の使い方であれば2、3日使えちゃいますよね。 例えば飛行機での長時間のフライト等ももう単体で行けちゃいますよねで、充電ケース込みだと46時間非常に長いですよねで5分間充電すると60分再生できますで、ゼロからフル充電が約1.5時間ということでですねちょっと本体大きいんですが 代わりにめちゃくちゃ長く使えるので僕はとてもいいのではないかなと思いますこれからですね耳に装着していきたいと思うんですがこの部分が結構フレキシブルなね構造になっていてこう動くんですよ調整が可能なのですごく耳にフィットしやすいですねそれでは実際につけていきますはい今ですね僕こうやって耳に装着してみましたけれどもまあちょうどねここでメガネをかけるようなこういう感じになります見えますかねでちょっと注目していただきたいのは僕メガネかけてるじゃないですかメガネとも 多少は干渉しますけれども両立します。問題なくね、メガネをしていても両方きちんと使います。でフィット感なかなか良くてですね、動いてもずれてくることはありません。後でねご紹介しますが、外でねウォーキングしたりまあ、移動するときに使っていますけれども、全然ですね、ずれてくるようなこともなく、えー、実際つけてみると、 これねいわゆるこの耳の穴だけで保持する完全ワイヤレスイヤホンと違っていわゆる耳掛けタイプになってますからこの重量もですねまあ、ちょっと重めですけれども実際はね、えー、全く気にならないと思いますで、重量はちなみにカタログ値だと 13g という形になっておりますで、ここにですねさっき紹介したボタンが付いているのでまあ、こういう感じでねこういう感じで押してボタンの調整をする形になります ペアリングはですね、蓋を開けた状態で、えー、下のボタンをですね、3秒間押して青いランプが2回点滅するとペアリングモードになりますで。今ね、ペアリングモードになってここにね、オープンロックプロと出てると思います。これでもうペアリングできます。はい、ペアリングできて今接続済みになりました。今ですね、ちょっと音楽を再生してみてますけれども、Apple Music のトップ101位の今アイドルかかってるんですが、多分ですね、これ普通に聞いてちょうどいいぐらいのボリュームなんですね。 今でこれオープンイヤータイプなんで当然耳の穴にはまってないんですよはまってないんですだから音漏れが気になるんですけど藤原君どう聞こえるいえ聞こえないですじゃあちょっとボリューム上げてきますねこれでどうですかあ聞こえますちょっと聞こえるはいこの音だともうちょっとね僕には大きすぎますちょっとねあの蓋になるぐらいの大きさなんですねまあ、これぐらいが普通に聞くのであれば MAX であろうボリュームぐらいですね これだと聞こえますかちょっとだけ耳を送らすと聞こえないです、ねうん、はい。ということで僕もですね、ちょっと人につけてもらって試してみたんですが、今実は音楽を聴きながら、藤原君と会話しながら収録してますけれども、でまずですね、僕もいろいろ試してみたんですが、心地いいぐらいのボリュームだと、人がですね、もう5、60センチ離れたら、まず聞こえません、音漏れは。で、えー、かなり大きな音にすると、まあ、5、60センチ、7、80センチ離れたぐらいで、 微妙に聞こえます。ただ電車の中だとほとんど気にならないと思います。とはいえね、ラッシュだともうこの辺に人がいる可能性もあるじゃないですか。ラッシュ時はちょっとボリュームを絞った方がいいかなと思います。で、これがね一番いいところなんですけど、このオープンイヤータイプって自然に周りの音が全部聞こえるんですよ。だからここでね、今スタッフのメンバーのみんなとお話をしていても全然違和感なく声聞こえますし、 マグナ1ね、えー、その何かあっても周囲の音が聞こえるので安心できると思います。災害があってね。イヤホンをつけてたんで気づかなかったっていう話もよくありますが、これならね。それも全然大丈夫です。で、僕はイヤホンをつけると外耳炎になってしまうので、耳の穴がですね。こういうオープンイヤータイプはその心配がないのがとっても嬉しいですよね。ただ、これ構造上当たり前ですけど、ノイズキャンセリングはできません。ノイキャンはないです。で、逆に言うと冷やすルーみたいな。 周りの音を取り込む機能もないです。だって取り込まなくても周りの音全部入ってきますから。だから簡単に言うと耳の真ん前に高音質なスピーカーが付いているような感じですね。はい、実際にですね音楽聴いてみたんですが、このオープンタイプにしてはかなり低音がまず強化されているということに、えー、ちょっとね感動してしまいました。で肝心な音なんですけれども、僕はオーディオの専門家ではないので表現が上手ではないかと思いますけれども。 まずですね。結構ね。低音も高音も音がね。すごく立ってる感じがします。えっ、ー、とリアルにね。聞こえます。意外に耳の穴塞いでないのに低音がね。響くんですよ。あの振動が実際は感じてないかもしれませんが、感じるくらいのイメージで伝わってきます。なかなかね。これはいいのではないかなと。 思っておりますで、トゥルーバステクノロジーというね、えー、機能を搭載しているのでパワフルなサウンドが再生できるということなんですがまあ、思ったよりですね本当に音はね、いいですねで、会社自分の会社とのね通話も結構してみたんですけれどもちゃんとね、えー、よく聞こえますこれね、耳の穴は塞がないので長時間つけておいてもですね結構負担感ないんですよだから通話が多い方とかもうスマホ持ってするよりもしくはね、えー、なんかよくたまにね えー、こう,うイヤホンつけて通話してる人とかもいるじゃないですかこれね通話にはかなりいいと思います通話しながらでも周りの声が聞こえるので完全ワイヤレスイヤホンで耳の穴を塞いじゃって通話すると通話しながら他のメンバーと話をしようと思ってもしづらいですよねこれは通話しながら他のメンバーとも話が簡単にできますはいでこのモデルですねタッチセンサーではなくてここにボタンがねさっきも紹介しましたけどついてるんですよ僕ねボタンの方がやっぱり分かりやすいと思いますまずね 電話を切ったり受けたり、音楽の一時停止はこのボタンをね一回押すだけです。押しました。止まりましたよね。今ね下のね止まってると思います。再生しますよ。はいしました。はいまた再生されましたね。はいで右耳を2回ダブルクリック的な作業ですね。すると音量アップ。左耳は音量ダウンです。これ音量アップ。今ねアップされましたよね。はいでまた2回やります。はい音量がね調整できました。 で三回押すと音声アシスト起動です。三回押します。Siri が起動しましたね。はい、起動しました。はい、で1.5秒間長押しするとスキップできます。今ねスキップできましたね。はい、覚えてしまえばとっても使いやすいです。 ということでウォーキング中にも使ってみましたけれどもまあ僕は釣りなんかも好きなので外で使う機会多いんですが今日実はですねもう汗かいてると思うんですがかなり暑いんですよ暑い中のウォーキングでも耳の穴を塞いでないので蒸れる感じが少ないのはいいですねそれからもう一つまあ、ウォーキングはそんなに 激しい運動はしませんけれども結構ねちゃんと引っかかってるのでこのねフックな感じで引っかかってるので歩いても外れる心配がなくていいですよねウォーキング中とかでもちょっとこうねなんかストレッチみたいなことやって耳にですね手が当たると取れちゃうみたいな、えー、ことがありますよね完全ワイヤレスイヤホンね耳にはめるタイプだとで意外に気づかなくて後であれどこ行ったみたいなこともあると思うんですがこれちゃんとね耳にね引っかかるようになっているので外れにくいのもいいと思います 実際使ってみましたけど、スポーツにも最適ですね。耳から外れにくいですし、IPX5 相当の防水機能もあるので、ね、雨の中走ったりしても心配はいりません。 はい、えー、ということでオープンロックプロイヤホンですね紹介してきましたがいかがでしたでしょうか耳の穴をずっと塞いでイヤホン疲れしている方僕のように外人になる方にはとてもいいと思いますしウォーキングやハイキングの際も外の音が聞こえるので安心できると思います気になる価格ですがこの動画を撮っているタイミングではアマゾンでですね16,999円で1000円オフのクーポンがついていましたが さらにですね、15%オフのクーポン等がありますので、さらにね、また専用のウェブサイトだともうちょっと安く買える可能性もあるので、皆さん概要欄からですね、ぜひですね、そのあたりチェックして最新の価格を見てください、えー。1万円台半ばぐらいでしたら、僕は非常にいいのではないかなと思いました。オープンイヤータイプが欲しい方で、特にね、長時間駆動する製品が欲しい方におすすめですし、僕ね、音も案外いいなと思いました。 オープンロックプロは8月18日からですね、えー、主要家電量販店での取り扱いも始まっているということです以上オープンロックイヤホン紹介しましたチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますまたメンバーシップもスタートしております このメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。戸田悟ファンクラブでは、僕がレビューした製品の一部をですね、毎月抽選でプレゼントしております。月によって変わりますけれどもね、ミニ PC だったり、タブレットだったり、充電器だったり、ケーブルだったり、いろいろなものが当たるので、えー、ぜひご応募ください。楽しみにお待ちしております。よろしくお願いします。